どうもギター YouTuber の中西さんです。はい、さっき動画を撮ったばっかりなんですけれども、なかなか毎回その動画を撮るっていうバイタリティがなかなかわからない人間なので、ちょっとその一回撮った勢いで次の動画を撮ることにしました。ギターを始めるときに最初はなんか教則本みたいのを買って練習するのがいいのかなと思ってたんですけど、そうギター屋さんが言うにはもう今は YouTube でギターの弾き方を教えてる人がいっぱいいるんで、そういうの 見れば十分ですよみたいなの言われたので、私もねそういう人のを見て勉強させてもらってます。私はゆか先生という女性のギターの上手い YouTuber の方を参考にしています。でその方がね、なんかハッピーバースデーの曲簡単ですよとか言ってて、でそういう簡単なところから徐々にちょっと難しくしいやつをやってこうみたいな感じで、練習してるんですが、その中で誕生日のハッピーバースデーの曲の次にじゃあ練習今もしてる曲をじゃあちょっと聴いていただけますかね。はい、一番でした。なんか本当はそのゆか先生が言うにはこうストロークつってこう上から行ったり下に行ったりとかっていう弾き方で、しかもこう弾いて透かしてまた弾いてみたいな、じゃんすかじゃんじゃんすかじゃんじゃんみたいな、そういう透かすっていう動きをすることでこうなんかこうリズムを取るみたいな弾き方があるらしいんですけど、ストロークっていう全然できないんで、僕はこうただこうリズムに合うようにこう上から下っていうただただやってるっていう弾き方でやってます。ギターやってる人はどうですか、できますか、ギターストローク。ね、本当にね難しいですね。じゃあまた練習します。ありがとうございました。